やっほー、神戸電鉄親善大使のゆいです。本日は三木駅にやってきました。こんなに駅が綺麗になってると思わなかったです。すごい。三木駅バルパスポートっていうのがあります。こちらの三木駅バルパスポートは対象店舗で提示して2500円以上飲食すると500円割引特典がついてくるのでお得です。こちらのパスポートは1冊1000円で発売しており、使用期限が10月31日までとなっております。三木市の出かけとか考える方にはとってもおすすめになっています。パスポートの詳細については概要欄をご覧ください。今回はこちらのパスポートが使えるお店を行きたいと思います。はい、今から行くお店は駅からなんと3分ですっごく近いお店なんですよ。前の職場がミキということで、ミキの有名なものにはカナモンといって、トンカチとかそういった工具などがよく作られている町です。またゴルフ場がたくさんあって、私ゴルフするんですよ。それでミキのゴルフ場にはまだ来たことはないんですけど、これから涼しくなるのでいろんなゴルフ場を回りたいなと思ってます。翔さんに着きました。外観すっごくかっこいいです。専業卸売の会社さんがやられているお店です。それでは早速店内に入っていきたいと思います。翔さんは外観もおしゃれで、職人の目利きで選ばれた新鮮なお魚を取り揃えています。ランチ営業とテイクアウトも行っています。夜は居酒屋となり、豊富なお酒も魅力です。いただきます。めっちゃ分厚いです。マグロからいただきます。とろけますね、これ。これ、塩を頼んだんですけど、タレでも絶対美味しいですよね、これ。熱いうちに食べちゃいましょう。今気づいたんですけど、粉がないのでめっちゃ食べやすいです。マグロとマグロで、いただきます。
ごちそうさまでした。手羽先が美味しかったです。と骨がなくって、多分子供でも女性でもすごく食べやすい商品になってました。もちろんお魚のお店なんですけど、お魚の種類がすっごくいろいろあって、もっと食べたいんですけど、今日はもうお腹いっぱいすいません。全部美味しかったです。ごちそうさまです。